今回は将来戦闘機の概要について取り上げますジェット戦闘機の進化は第1世代第二次大戦初のジェット戦闘機ドイツのメッサーシュミット262から朝鮮戦争の F86 ミグ15までのア音速機第2世代は超音速ジェット機 F100 ミグ19第3世代は多様とか。 夜間戦闘能力獲得第四世代は F15 スホイ27などでさらに強力なエンジンによる高運動性能と高機能電子機器搭載アビオニクスの進化であるそして定義は定まっていないが F22F35T50J20 などが第五世代とされる特徴は高運動とステルス先進的アビオニクスであるそして技術研究本部が想定する将来戦闘機は 第5世代機能を日本の技術により高度化し第5世代を凌駕することである将来戦闘機は日本の得意な素材技術により高度化することを目標にしているコンセプトであるアイファイターの3つの「アイは」は高度に情報化し知能化され瞬時に反撃することまたカウンターステルスファイターとしてステルス化が進む他国の兵器に対抗することです。 この構想を実現するために7つの要素が挙げられています。1、誰かが撃てる、撃てば当たるクラウドシューティング。2、数的な劣勢を補う将来アセットとのクラウド。3、撃てば即当たるライトスピードウェポン。瞬時に敵を叩く装備としての高出力マイクロ波である。4、電子戦に強いフライバイライト。この技術は対戦哨戒機 P1 用に。 世界で初めてのフライバイライトを実用化している。5敵を凌駕するステルスより優れたステルス機で優位に戦う素材技術は日本の得意分野である6次世代ハイパワーレーダーステルス機といえども強力なレーダーには見つかるスマートスキンにより全方位に対応する7次世代ハイパワースリムエンジンスリムなエンジンはより有利なステルス形状を生み出す クラウドによって情報を共有し、射撃機械の増大と無駄玉を排除する、戦闘機の数的劣勢を補うために、前方で戦闘機の機能を担う無人機、スタンドオフセンサーとしての大型機による探索と誘導を活用する、無人機は戦闘機の損失を抑える、一機の両機が敵を捉えていれば誰でも撃てる。エンジン技術レベルを 実証するための研究用のエンジンとして平成7年度から研究に着手した実証エンジンは世界レベルの高い水力重量比を達成した今後先進技術実証機に搭載し飛行試験を実施する飛行試験を通して高運動時などにも十分な機能性能が発揮できることを確認するさらに開発された素材技術 とに、将来戦闘機搭載エンジンジして、次世代高出力エンジンの開発に着手する。戦闘機の研究開発、生産及び運用支援に必要な高度かつ最先端の技術技能を有する技術者技能者は一度産逸すると戦闘機の開発、生産運用支援にかかる事業に戻すことが容易ではない。 国内における戦闘機の生産技術基盤の維持・育成は極めて重要。ロシアは第5世代戦闘機 T50 を開発。中国は J10 を開発し、さらに第5世代機を開発中。韓国はインドネシアと第4.5世代機を共同開発。インドはロシアと T50 の共同開発。さらに中型第5世代機 AMCA を開発する。米国欧州ロシアは 有人戦闘機とともに無人攻撃機開発を進める各国は第四世代機の保有機数が増加し能力の向上がなされ第五世代機を開発中である我が国の戦闘機数は約260機であり数的劣勢は必至であり質的にも劣勢の恐れがある平成23年度から継続実施中の将来戦闘機機体構想の研究において これまで年度ごとに計3体の3次元デジタルモックアップが作成された平成24年度以降前年度に作成した DMU をパイロットイン・ザ・ループ・シミュレーションなどに供し効果の確認及び運用者の意見を収集しその成果を DMU に反映してきた今後 X2 の飛行実験が成功しその結果が反映されたモデルが作成されることを期待しています 最後までご視聴ありがとうございました。